トリエサロン265七色パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日の教室で48回目になります。今日は9月っていうことでね、お月様が綺麗に見える頃なので、ちょっと満月アートを描いてみたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。今日描いてもらう作品はこちらになります。星花と満月、中秋の名月はね、今月じゃなくて来月になりますね。月が綺麗な時期なので、こんなようなね、満月アート、今回は描いてみたいと思います。お時間の許す限りどうぞ最後までお付き合いください。では始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。今日の作品はこちらになります。星花と満月、これも以前ね、昔描いた作品なんですけども、ちょっとね、今の季節ちょっと涼しくなるかな、で夜になると少しね、涼しい風も吹いて虫が鳴いたりするんですけど、そんなね、星の降る、なんか星の花が咲くような草原でこううっとり秋の気配をこう楽しんでる妖精さんを描いてみたいと思います。今日の型紙はこちらになります。これね、山並みです。あと満月、私の満月はこうなぜかね、こう楕円形が多いんですけど、なんかこうあったかみがあってね、可愛らしい感じがするので、まん丸じゃなくてちょっと楕円形にしてます。皆さん好きなように描いてもらって大丈夫です。あとはこちら妖精と星ですね。で、ありましたらこういうパンチ、またねこれ使うんですけど、これも100均ですね。星もパンチもあったらいいかなと思います。妖精さんは今日はちょっと描いてみました。型紙ね、蛍袋の帽子をかぶったちょっと輪郭だけ描いてます。ではこれをカッターで切っていきます。カッターで切りますとこのような形になりますね。パンチ抜きました。でこれね、星の形と妖精さんのバラバラになってます。これね、胴体と帽子の部分だけとりあえず切り離してます。後でこの首のとこも切り離すので、パーツはなくさないでいてください。月の方はこんな感じですね。こういう感じになります。はい、では描いていきます。いつものようにベースは白から始めます。全体にパラッと、多くなくていいです。さらっとね、こんな感じで落として表面に白を伸ばしていきます。これはいつもと同じです。そうしましたら薄く水色ですね、89番、これを薄くちょっとところどころに、というか全体に本当に薄くね、こんな感じで少し色味を加えます。先ほど白をやってるので伸びやすいと思いますね。表面にさらっと水色、濃くなくていいです。このようにムラになってますけど、まあ、あんまり気にしないで、こんな感じでいいと思います。ではここから地面と空に分けて描きたいと思います。まずね、長い紙を用意してください。下ですね、もう4センチぐらいかな、3センチでより、だいたい4センチぐらいね。ここのところをテープで押さえてください。こちら、この下の部分ね、ここを2箇所留めました。こんな感じです。ここね、パタンってこうしやすいようにこちらを留めてくださいね。ではこの花が咲いてる草原を描いていきたいと思います。草原の色はですね、こちらの2色を使います。
105番とこちら黄色51番、これを使います。まずこの105番を下のセロハンテープの上かな、ここあたりを少し意識しながら、全部はいらないです。これで色が濃いので伸びやすいので、まあ、このくらいぐらいね。そしたら下から上に伸ばしていきます。色がね濃いのですごく伸びやすいです。上の方まで来るので、このあとはこの色をこう伸ばすような感じでこすってみてください。なんていうの、カーブを描くような感じでこういう感じでやった方が、こう月の明かりがねボワーンっていう感じを出したいので、まっすぐよりはこうカーブを描いた方が優しい感じになりますね。こういう感じになります。次にこちらの51番、これを紙の上に削っておいてください。51番を指につけたら、上の方ね、この紙の境目、ここにまず色を水平に入れます。で、気持ちなんかこう、丸をカーブを描くような感じで、さっきと反対ね。これで草原ができました。ではお空に行きたいと思います。これをパタンとしますね。で、こちらの空の色ですね。では色はこちらになります。121番、106番、108番、これで青の夜空のグラデーションを作っていきたいと思います。まずこちらの121番、これを下半分ぐらい、下半分ね削って、これを伸ばしていきます。下から上に伸ばします。薄いね、紫ですね。で、だいたい半分ぐらい、伸びるくらいね伸ばして大丈夫です。では上の方は106番、これを上の方ね、ここに半分ぐらい落とします。で、今度は上から下に指を動かしていきます。で、先ほどの紫とこの青が混ざり合ってグラデーションができます。青と紫のグラデーションですね。で、これだとまだねお空が明るいので、もうちょっと暗くしたいと思います。月夜はね明るいんですけど、もう少しね暗くします。それで108番を使います。これを上の方ですね、先より幅狭めて、で上から下に下ろしていきます。しっかりね色を吸収させてください。そうすると空のグラデーションができました。ではこのまま、まだねこれを貼ったまま山に行きたいと思います。山並みです。先ほど切り取ったね、こちらのこう切り取ったこっち側使いますね。それを山のところに置きます。その時ちょうどこう月がこの位置に来るように描いてるので、このまま使っちゃいます、ね、皆さん位置がおかしかったらこう直していいですからね。で、山並みもだいたいの位置で、ここをテープで留めます。あ、動かないようにテープ、これどこ留めてもいいですよ、固定するので動かないように留めるだけです。
ではここを消しゴムで消していきます。しっかりね消してください。満月ね、中秋の名月は今年は中秋の名月って旧暦の8月15日なので、今年の2020年は来月ね10月1日の日の8月15日、旧暦の8月15日が中秋の名月になるので、今回の月は普通の満月ですけどね。でもなんか9月っていうとお月見のイメージがあったんですけど、10月もねお月見しますね。中秋の名月で、中秋の名月は芋名月かな。十三夜のね月を見る、次の翌月の十三夜の月は芋栗名月とかって言ってね、昔からねお月見するのにいい時期なので、一番ね月が空が綺麗な時期なので、昔の人はこう豊作の祈願だったりね収穫の時期なので、月にも感謝する、そういう風な習わしがねあったみたいですね。今もね月を見ながら私はお酒を飲むのが好きですですね、グラスにね月を浮かべてそれを飲むっていうのなんかねいいでしょ、粋な感じでね、大人のたしなみ、大人の楽しみはい、こんな風にね消しました。ではまずね山からいきます。先ほどの色ですね、105番と51番、これを紙の上に削っておいてください。まず105番を指に取ってこう山のふもとの方ですね、こちらの方に色を伸ばしていきます。上の方はちょっと白を残すので、こう下の方だけね、山の下の方だけにこの105番を入れていきます。なんかね静かなね月夜で虫の声が聞こえそうな、そんな風なねイメージをして描きました。これねすごいね、皆さんにも描いてもらって、うちのね教室に来た方とかには描いてもらった絵になりますね。はい、こんな感じで入れました。じゃあ上の方ですね、こちらは先ほどの51番を入れます。手がねちょっと汚れるのでちゃんと拭いてください。では51番を指に取って、山の頂上の方ですね、これは月明かりがちょっと照らされているようなイメージです。明るいですからね月夜はね、なんか街灯なくてもね昼のように明るい時ありますよね。すっごいね綺麗に見える時期です。このくらいでいいと思います。では次はこの月様いきたいと思います。お月様の色はこちらアイボリーと41番かな、グレーの3番、これを紙の上に削っておいてください。では指にねアイボリーをつけて41番つけます。くるくるくるっとしっかり入れてください。でお月様にちょっとねクレーターとかあるので影を入れたいと思います。綿棒でいいですので3番、グレーの色ですね、3番の色をちょっと取って月の表面に少し模様を入れます。これも適当です、あんまりねちゃんと描いてないです、なんか月っぽく見えればいいので
適当にクリエイターっぽくね書いてます。このくらいでいいですよ。で書きましたらこれだけでもいいんですけど、ちょっとこう光を足したいのでゴム消しでこの周りを少し輪郭をね少し強めます。なるべくねこう線にならないように消すんですけど、線になってもね修正できるので、こういうふうに、中を消すというよりはこの紙の上、輪郭の型紙の上を消すような感じで消すとうまくいくと思います。これを入れて、でもしここで線になるようなことがあったら少しこう指でなぞってあげると線が少しぼやけますね。でこれであとは型紙を外していきます。外すとこんな感じになりますね。でこれで背景が出来上がったので、まず妖精さんから描いていきたいと思います。先ほど切り取ったこのね妖精さんの蛍袋をかぶった妖精さんです。位置をね決めたいと思います。ここら辺かな。草原にお座りさせて、ね、うっとり月を眺めてるような感じにしたいのでこんな感じかな。でこれも動かないようにテープで留めてください。ここを消しゴムで消していきます。ね、意外とこの下のね、背景が映っちゃうのでしっかり消しても消えないときは、白ね、もう一回この中に白のパステルを入れます、ね、しっかり背景描いてるのでちょっとちゃんと消せないとね響いちゃうので、顔にねちょっとこう響くとお顔が台無しになってしまうので、しっかりまず消してみましょう。暑くてね、なんだろうね、あいつまでこれ続くのかなって、まあ続くね、すぐ寒くなるんでしょうけど、今年は特別暑いね、すごいね、夏バテはおかげさまで大丈夫なんですけどね、この季節の変わり目ね、皆さん体調崩しやすいので、精神的にもね、今年はね、辛い夏でしたね。ちょっと響くでしょ。この中に白ね入れてみます。直接白を少し入れて、この中の背景を少し柔らかくしますね。それでも映っちゃうんだけどね、まあ、少しは緩和されると思います。では最初にこれね、さっき切り取った体の部分をはめます。蛍袋の帽子からやりますね。帽子の色はこちらの2色です。137番と13番、これを紙の上に削っておいてください。で押さえて、テープで留めなくていいと思います。押さえてまず13番、これを帽子の中に入れます。蛍袋って夏の花なんですよ ね、 なんかね6月とか7月とかね、夏の花で、秋の花ではないんですけど、なんかねイメージでこう
ホタル袋の花の帽子っていうのがね可愛らしいかなと思ってこんな風にね描いてみました。細かいとこね入りにくい時は綿棒につけてこすっていいですよ。綿棒でこういうね先のところしっかりね入るように先のところを綿棒でこすってください。なじませて次に137番を指に取ります。これは下の方ですね、こちら帽子の下側に入れていきます。あ、そしてついでにねこう月の光をここに反射させたいので先ほどの51番、これを綿棒に取ります。その前にちょっとこうペン型の消しゴムで少しこちら帽子のね上の方消します。消してこの消したところに51番入れますよ。綿棒にとってここに黄色を入れてください。月の光がこうね当たってるような感じで入れます。こんな感じで入れておきます。はい、だら型紙を外して今度首とこの首のとこね切り離しておいてくださいね。切り離したこちらは体の部分です、ね、体の部分と先ほどの帽子これをここにはめます。汚れてるから取ってね、ここに置きます。でこれをテープで留めてもいいんですけどこのまま顔の色を入れていきます。顔の色はこちらです。アイボリー41番とこの肌色54番、これを紙の上に削っておいてください。アイボリーとこの肌色をね混ぜたものをミックスしたのをこの中に入れていきます。まあ、綿棒でやった方がちょっとね入れやすいかなと思います。綿棒で入れていきますね。2色を合わせてこの中に色をお顔の中に色を入れてください。今日はね、妖精さん型紙作りました。いつもそのまま描いてたので、いつものようにね、描いてもらって、全然自由に、ここね、うさぎちゃんだって、猫ちゃんだって、何でもいいので、こうアレンジしてね、描いてもらっても、可愛くなると思います。自由ですからね、好きなように描いてください。はい、こういう感じにできました。ではちょっとお洋服にね色つけます。これ取って下の部分ですね、ここに先ほどのグレー3番を指に取ってください。でこの下のとこねちょっと影ね後ろ側にちょっと影入れます。こんな感じにしますね。はい、ではこれを外していきます。外すとこういう感じになります。ではこちらにまだ半分なので髪の毛とか細かい細部のところを描いていきたいと思います。まずこのね、髪の毛半分なので描いちゃいますね、直にね。髪の毛描いてこういう感じにしようかな、ね、髪の毛を描きます。で前髪もちょっと描こうかな、こういう感じでいいかな、適当ね、こういう感じ。そして
手ね、もう輪郭描いちゃいます。その方が描きやすいので輪郭描いちゃいますね。で、こっち側もこうやって押し花をちょっとね持ってるように手ね、こういう感じ、ちょっと輪郭を先に描きました。こういう感じでね。そしたらペン型の消しゴムでこの髪の毛のところを色を抜きます、ね、ちょっとね印をつけてからの方が抜きやすいのでこういう感じであっさりしていてください。あ、こっちがね細かいんですけどね、ちょっと色を抜きました。そこに綿棒、細い綿棒を使ってくださいね。これに茶色の髪の毛にします。私はこの144番を使います。これを髪の上に削っておいてください。お腹なったごめんね、お腹が鳴っちゃって、ね、失礼しました。すごい大きいお腹の音はい、このお腹の音ってね止められないですよね。突然なるからね、大事な時にね、静かになってる時になるもんですよね、お腹の音って。なんでかね、止められないね。これね、髪の毛のところに色を入れました。さっきねちょっとうっすら抜いたので入れやすいかなと思います。こんな感じで、ね、入れました。でこれだとねちょっと輪郭がぼやけるので、もう一回茶色の色鉛筆で輪郭を整えていきます。さっきも消えちゃったので、ちょっと輪郭を整えて、こういう感じね。でこの服とかも少し輪郭はっきりさせておきます。こういう感じにしまうかね。あ、顔の輪郭もだ。お顔の輪郭もちょっと輪郭整えてください。こういう感じです。それでホタル袋にもちょっとこう線入れて、シュッシュッね、帽子なので。こういう感じです。あ、そしてね、お手手の部分、ここにも色を入れたいと思います。先ほどのお顔で使った肌色ちょっとね入れます。手をきれいに整えて、こういう感じです。難しくないですよね。でね、ここに花を持たせてるので、先ほどのこのね星の一つを、このちっちゃいのでもいいし、大きいのだ、大きすぎるかな、ね、大きいのを持たせようかな。大きいこのあれだからちっちゃいのにしようか、ね、ここに置いて、まあ、ここ消さなくてもそのまま入ると思うんですけど、ここに先ほどの黄色ね51番入れます。51番を入れて、ちょっとこれにねグラデーションつけたいので、
何色にしようかな。ピンク、ここで使ったピンクにしようかな。137番にしようか。でちょっとグラデーション下の方に赤みを入れてます。一色ではつまんないのでね、ちょっとね、黄色とピンクでここにグラデーション入れました。こういう感じです。星見える？ちょっと見えにくい。ではこの星花にちょっと線、本当に吹き黄緑の色にしました。で花芯は赤で色鉛筆ね、ちょっと花芯を入れます。こういう感じです。星花ちょっと見えにくいけどこんな感じね。ではお目目とお口描きますね。目は黒でちょっとね、うっとり閉じてる、うっとりしてる、月の光を浴びてね、うっとりしてるね。ちょっと目をつぶらせます。開いててもいいんだけどね、ちょっとつぶらせます。でお口はちょっと茶色にします。にっこり微笑んでるように描こうかな。変なくなった、変なくなったかな。ちょっと気に入らないので消します。口が気に入らなかったのでちょっと消してね。修正できるのでちょっとね、違う時は消せます。で先ほどの肌色入れますね。肌色を伸ばして修正できたでしょ、ほらね、修正もごまかしもできます。では口も一回、口を、ね、ちょっと難しいんでね、口難しいですよね。いいか、さっきよりはね、こういう感じでお顔できました。では頬紅も入れて完成させますね。頬紅は14番、頬紅は14番を使います。14番を綿棒につけて頬紅を入れます。ちょっとね、頬を明らめて、これで妖精さんは完成です。あ、ちょっとね、羽を描こうかな。妖精さんなのでね、羽描きたいと思います。こっち側に黒の色鉛筆でこのね、背中にこう羽を描きます。でこの中を少しゴム消しであっさりね消してあげると少し透けたような感じになるので、こんな感じ、これだけでいいですね。妖精さんできました。次はお月さんに行きますね。お月様のところですね、まずこう周りにボヤーンっていう月明かりを入れたいと思います。これは練り消しを使います。練り消しね、こう練って練って練って柔らかくして使いますね。これね、寒いとねカチカチに固まってるけど、やっぱり暑いとすぐ柔らかくなるよね。練り消しもね、暑さでこう溶けそうな感じかな。そんなことないのかな。これ、ね、月の周りに練り消しでシャッシャッとまず輪っかを描きます。ぼやーんとね、輪っかを描いてください。月明かりね、
じです。このくらいかな、ね、優しい感じに消しました。そしたらここに色を入れますね。アイボリーになります。これ41番、これを指にとってください。それで今の消したところにこうぼやんと、あんまりこうはっきり入れなくていいです。こうなんかぼやんと入れればなんとなく月明かりのように入れてください。こんな感じね。はい、じゃあお月さんにも目と口を描きます。なんかね、目と口あった方がこうやなんかお月様とこうお友達になれたような感じするよね。お月様もうっとりした感じなのでちょっと目をつぶらせます。目をつぶらせて笑ってるのでもいいしね。ちょっと私は同じように表情を一緒にしたいなと思います。で、お口を描きます。はい、こんな感じでいいです。そしてお月様にも頬紅を入れます。私のね、絵ね、全部ね、頬紅が入ってます。なんかね、可愛らしいので全部ね、ほとんどね、頬紅入ってます。何でも入れちゃうね。ちょっとね、可愛い感じになるでしょ。はい、できました。こういう感じです。さあ、ここまでできたらあとはそうですね、流れ星を先に描こうかな。ここにシュッとね、流れ星があるのでそれをやりたいと思います。では流れ星を描きたいと思います。こちらまたね、端っこの紙になります。これを真ん中ら辺かな、ここに置きます。で、ここを消しますね。今ね、突然ね、雨がね、降り出して一旦中断。洗濯物ね、カンカン照りだったのに雨が降ってきました。ちょっと涼しくなるかなね。だんだんね、雨が一雨一雨ごとに涼しくなってくるのでね、秋雨前線が来ることですね。で、ちょっと向きを変えて十字をまた作ります。こちらにすごい降ってるよ、雨。すぐ止みそうだけどね、ちょっと涼しくなるかな、雨降るとね。私ね、梅雨も長かったけどね、なんか夏の日差しも長かったからね、体が本当ついていけないですよね。みんな大丈夫です。夏バテしてないですか？夏は私はね、強い方なんですけど、毎年ね、夏の暑さ厳しくなってきてるのでね、びっくり、体が。あ、すごい降ってる。シャワーのように降ってる。よかった、涼しくなる。ね、消します。ね、星ができました。こんな風に星ができたら、これちょっとこうシュッと流れてるように描きたいの で、ここに延長線上にちょっと流れてる様子ね、こんな感じ。
こんな感じでちょっと置いてみます。でこの中を消しゴムでシュッシュッシュッ、もう3回、このくらい、いい、このくらいぐらいにします。流れ星ができました。ではこちらね、出来上がったので最後の仕上げに行きたいと思います。星花を描きたいと思います。これね、適当なところにまずね、大きい星から描いていきますね。今適当ですよ、消します。星の色はもう自分のね、好きな自由に色を入れてみてください。で星にもグラデーションつけます、ね、まず黄色ね、これ51番です入れてます。で片側に今黄色なので、反対側に、では先ほどのピンク137番かな、これ入れてみますね。ちょっと星にもグラデーションつけて色で変化をつけてみてください。こういう感じで一つ、こういう感じね。でこれを何個か星花を作っていきます。でこの星を散りばめて終わりです。そんな難しくはないと思うんですけどね。でも型紙をこう作って、でみんなねすごいね上手に描いてくれてるので安心してますね。すごいなって、これだけの説明でねみんな描いてくれてるので、うん、感動してます実際ねこう会って指導してないんですけども、で YouTube を見て書いてくれて、見せてくれてね、なんか外国の方もね、なんかすごいたくさん書いてくれて嬉しいですね。今までね自分の教室だけだとこうやっぱりこう一緒に書いてる時間ね、共有する人は限られてくるので、でこういう形で皆さんにパステルを楽しんでもらえることがすごいね、嬉しいなと思います。赤にしようかな、赤い星、ね、色遊び何色してもいいので、ちょっとこれで楽しんでみてくださいね。ね、この私ね、パステルがメインなの、柚子がメインなのって言われそうですけど、どっちもね私なので、これね なくてはならないものなので、こんな形でやってます。なんかふざけてないでしょ、ちゃんと真面目にちゃんと真面目にやってるでしょ。ふざけてはいないんですよ、ちゃんとね。毎回ね、次は何書こうかなってすごいね悩むんです。これでもで今回はこれ昔描いた絵なので、ちょうどねお月様の時期だからいいなと思って、今日はこちらの絵にしたんですけど、ね、来月のその中秋の名月の時もお月様と描こうかなと思ってます。違うバージョンね、月ねいっぱい描いて大好きなんですよ月ね。日本人は外国の方も好きかな、ね、好きですよね月ね。このくらい大きい星をやったら、この中くらいの星ね、旧暦の8月15日が中秋の名月だからね、旧暦の7月は初秋って言ってね、なんか初めの秋って書いて、8月の15日が
その8月の月はなんだっけ、中秋中秋。それで9月の月が晩秋っていうね、昔のね、旧暦ので、その真ん中の中秋の名月の時期がすごく月が綺麗っていう言われてるらしいです。9月はね、台風はあったりね、旧暦のね、だからやっぱその見れる時期っていうのはちょっと限られてきますけど、タイミングがいいとね、見えますね。どうしようかな、この小さい星、この星ね、小さいのを描きます。全部色入れなくていいと思います。こうやったらここにこう、これだけとかね、まあ色入れてもいいんだけど、大きいのに入れてるからちょっとわざと色入れないでね、星を入れてたんだけど、ちょっとこの花がね、ちょっと私気に入んないので描き直します。ちょっと大きい星にします。これ小さいの使ったんだけど、大きい星にしたいな、ちょっとね気に入らないので描き直します。ここね、もう一回消して大きい星にします。やっぱりこの中に色入れますね。ちょっとね、さっきね、はっきりしなかったので、しっかり色ね、入れたいなと思って、ね、気に入らない、納得いかないのね、やっぱりずっとこう気になるでしょ、そこ直さないとね。なのでちょっと直しておきます。星がはっきりしなかったので、で、これにもちょっとグラデーション入れます。赤にします。今度ははっきりするかな。はっきりした、ほらね、さっきのちょっと星気に入らなかったので、ちょっとこんな星を直しました。ちょっと写真を描きます。こういう感じです。で、あとは周りの星をね、また消していきます。小さい星にしよう。これね、ちっちゃい星を散りばめて、これね、いっぱいね、小さいのも周りに全部星を散りばめていってください。大きいのだけに色入れて、ちっちゃいのは入れてないです。抜いてるだけ、ね、十分可愛いのでね、これだけね。9月に始まりましたね。9月ね、あっという間に、なんかね、なんか私は政治のことは詳しくないんですけど、安倍さんね、辞任になりましたね。一生懸命ねやってくれてたんですけどね、え、本当体大事にしてほしいですね。いろんなねストレス抱えますとね、皆さん体大事ですよ。ストレス一番ね、病院に行ってね、何が原因かってストレスでですね、何を受診してもストレスからですって言われ、あとね老化って言われる、老化のせいって、ね、いろんなね症状が出てくる年頃なんですけど、比較的私はね大病したんですけど、その後はすごい元気ですね。おかげさまで、ね、元気でいられることは幸せですね。この時代ね、こう生き抜くことがね、こう大事でしょ。私たちの年代だって多分ね教科書に載るよ、この時代をね、このコロナの時代を生きた人たちっていうのでね、なんかね教科書とかなんかそういうね新聞に歴史に残る、ね、人物になるよね。 そこを生き抜いた 人たちっていうね、戦争でね生き残った人たちみたいに、ずっとこう
語りつないでいくね役目があるので、一生懸命ね生きなきゃないですよね。そう思いませんか。私はねこの時代をね生き抜くことって本当にね大変だなと思うんですけど、こうやってね生きてる人たちは多分自分のこう役割があるので、一体それをねこう後世に伝えていく務めがあると思うんですよ。だからねこう諦めないで今ねそこをどうやって自分のね楽しく生きるかっていう方法をねこう考えて明るくね生きたいですね。もう鼻にねちょっとこう花芯を入れてます。もう適当ですよこれも。もうね3つぐらいドットを入れてます。あんま入れるとうるさい、うん、こういう感じかな。いいね。はい、では今日は、あ、1個忘れてた。いやーセーフ、よかった、そこを忘れなくてよかったです。ちょっとねここにね木を描きたいので色は113番、これを削っておいてください。113番を綿棒に取って遠くのねあの山の横にちょっと木を描きます。3本ぐらいかな、ね、木を描いておきます。こうやって遠くにね森がある感じです。なんかねこれを入れるとなんか遠近法、遠くに、あ、景色がね風景の奥行きができると思うので、最後にねこれを入れてください。3本ぐらい木ね。じゃなくてもいいです。こういう感じかな。そしてこう月明かりがねこう伸びてるので少しこっち側に月明かりで木の影を伸ばしてあげてください。まあ細かいんですけどね、こういうねちょっとしたワンポイントがねアクセントになって絵をねこう楽しむことができるので、何かね面白いことを考えながらこうしたら面白いかなっていうふうにね描いていきます。いや今日はこれで出来上がりました。あ、では完成する前に仕上げね、仕上げはこちら、フィキサチク、あ口回んないフィキサチフとグラマーダスト、これを使います。シューッとかけます。したらキラキラね、これは星花なのでねキラキラが映えますよ ね、 ね星花って適当に作った花なんですけどなんとなくねあのありそうでしょ、いいよね、月明かりで虫の声を聞きながら秋のね気配を感じる絵が完成しました。で周り外します。キラキラしてるとねなんかね気持ちがね明るくなるので、必ずねキラキラかけてます。落ちちゃうんですけどね、これね。では、サインを書きます。
はい、9月の第1回目の作品はこちらになります、ね、これをフレームに入れたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。私の教室ちょっと長いのでね、最後までちょっと見られないかもしれないんですけども、小刻みでいいのでどうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。今日完成した絵はこちらになります。星花と満月、月が綺麗な時期ですね。ちょっとね、秋の気配を感じて、夜は涼しくて虫の声を聞きながら月を眺めるのもすごく気持ちがいいですね。なんか月にお願い事したりね、財布を振ったり、いろいろ月はなんか大好きなんですけども、皆さんどんな楽しみ方をしてますか。こんな絵をね、描いてみてもいいかなと思います。今日もね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。おまけコーナーもありますので、ちょっとだけまた見てくださいね。では続きをどうぞ。はーい、おまけコーナーの時間でーす。ね、お待たせしました。長かったですね、ここまでね。もうね、旗振りたくてしょうがなかったんですけどね。私、白と青の旗、もちろんこれね、ビッグエールです。続きね、この前の続きになります。今日はこんな感じ。海賊、もう汗でびっしょびしょです。なんかね、気持ち悪いんですけどね、これはちょっとお気に入りのシャツです、ね、海賊のゆずだろ。後ろはこんな感じです。汗かいてる、ちょっとね、汗かいてすごいんですけど汗だくになってね、化粧なんか全部落ちちゃうんですけどね。ビッグエールすんごいね。今日のタオルはこちらです。この前ピンクでしょ、後ろバージョンね、同じです。これね、いろんなね、タオルがミニハンドタオルっていうのがあってね、まあ、ここに書いてあるウェズタオルが、まあ、一つ一つこんな風に、多分ね、これね、こう、これ船に乗ってるでしょ、ビッグエール。これはウェズタオルが水平さ、かわいいね。これは日焼けしたウェズタオル。でこれはなんか器を持ってるユズタロウ、夏バージョン。ほら、これは中身持ってる、かわいいでしょこれね。これ全部コンプリート、全部ね。これは なんだろう、その月元だったかな、なんか会場元じゃなくて、あ、もう忘れちゃったんだけど、なんかね、こう行けないツアーの時は友達に頼んだりしてね、全部ね、頼んで、こう、もったいなくて、こう、使えないんですけど、すっごい可愛いでしょ。ハンドタオルです。シリーズです。これの大きいのがこっちですけどね。ねえ、これ、ほら、同じでしょ。で、この旗。もうね、ユズのライブって楽しいのよ、すんごい。会場の人がね、一緒になってゲームをする。ね。U チームとZチームかな、どっちだか忘れちゃったんだけどね。こう会場 U のグループとこう半分から、こう半分にいる人は自分で判断するんだって、どっちに行くかね。 U チームとZチームとこう青あげて白あげてみんなでやったりね、全員参加型のねライブなので、毎回ねもう汗だくになってね、もうすっごいみんな大興奮で大笑いしながらね、楽しめるライブになってます。今はね、そんなライブがちょっとできないんですけども、9月のね27日からオンラインライブツアーだってよ、
ね、ワクワクするよね。5週にわたってなんかライブを開催してくれるんだって。もちろん申し込みましたよ。ちょっとね、ファンクラブなんだけどね、シリアル番号入れ忘れちゃってね、なんか慌てちゃったんですけど、まあそれはそれでいいやと思って、500円のねガチャガチャ買ったと思えばいいやと思って、それでそれを楽しみワクワクしてます。またね、ゆずのことだからみんなのことを思ってね、楽しいライブにしてくれると思うので、ワクワクして待ってたいと思います。やったねみんなね。もうちょっとの我慢だからね、9月末から始まる、もうちょっとです。頑張ろうね。長かった、今年は。こんなにゆずに会わない時あって、私ファンになってなかったんじゃないかなね。ではちょっと興奮してます。今日は汗だくになりながらびっしょびしょなんですけどね、今日はビッグエールです。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。バイバーイ。